さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は、価格が落ち着いてきたら、おすすめしたいグラボをご紹介していきたいと思います。ほう、あんたがおすすめするグラボ。はい、まあパソコンの用途は人それぞれなので、一概にこれが良い、っていうのは、予算や用途によって違うので、あくまで私だったら、このグラボがおすすめだなってものを、今回はご紹介します。で、後ろにグラボが置いてあるけど、どれがあんた的におすすめなのよ。はい、私が今回価格が落ち着いたらおすすめしたいグラボは、こちらになります。GeForce RTX 3060Ti、 おすすめしていきたいなと思っております。 3060Ti、 なんでこれがおすすめなの？はい、その辺も含めて本編行ってみましょう。で、なんで RTX3060Ti がおすすめなのよ？私の中でなぜこれがおすすめなのか、まず一つ目が性能ですね。性能って言ったって、やる内容やゲームによって選ぶグラボって違うじゃない。まあそうなんですけど、今私の中での基準が、Apex での平均 FPS が144なんですよね。出た、ドハマりしてるゲーム。で、この RTX3060Ti だと平均フレームレート144は余裕で出てくれるんですよね。で、なんでその144にこだわっているの？ゲーミングモニターとの兼ね合いですね。パソコンでゲームをやろうってした時に、最初は 60Hz のモニターを使ってる方って多いと思うんです。で、ある程度パソコンのスペックが高くなっていったり、やりたいゲームが特に FPS などになると、144Hz のゲーミングモニターに変えたって人、たくさんいるかと思います。それ、あんたじゃん。まあ私もそうなんですけど。で、まあ 144Hz のゲーミングモニターって最近割と安くなってきてて、結構買いやすい価格になってきてるかと思うんですが、その上の 240Hz になると値段が跳ね上がるんですよね。私も 240Hz を買いたいなぁと思ってちょいちょい見てるんですが、なかなか手が出せないんですよね。となると、フル HD で 144Hz が出るモニターでそこで平均 144fps 出るグラボとなると、この RTX3060Ti がいいかなと。おすすめの理由はそれだけ？もう一つは価格ですね。え、価格って今グラボ高いんじゃ？ここ1年以上グラボの高騰化がずっと続いていて、グラボを新しく買いたいけど、なかなか買えないって人たくさんいたと思います。グラボの高騰化は本当いろいろ厳しいところもあるわよね。ですです。で、この RTX3060Ti も10万円近くする時もあったんですが、最近徐々に値段が落ちてきたっていうこともあり、また中古だと発売当初の値段に近いものも出てきたので、ここら辺で買えるならありかなと思って今回動画として作ってみました。なるほど。では続いて価格がどのくらい落ちてきたのかも見てみましょう。シュラララ。では価格の変動についてですが、今見えている RTX3060Ti は 3060Ti の中で高いものなので、3060Ti の中でも比較的安価なものでご紹介すると、パリットやゾタック、クロート指向のものが出てくるかと思います。クロート指向のものは2020年の12月の発売日には、税込み5万6000円という値段で発売されていました。そこから半導体不足等の価格高騰で、グラボの値段は全体的に上昇し、高いものでは10万円まで跳ね上がってました。発売当初の値段の倍まで上がってるのはすごいわね。で、今年に入ってグラボの価格が徐々に落ち着いてきていて、今こちらのパリットが新品で7万9800円まで落ちてきました。高い時を考えればだいぶ落ちてきたわね。でもまだ高い気がする。私もさすがに8万円近いんじゃ、あんまりおすすめできないなと思っているんですが、先日ツイッターを見ていたら、こんなツイートが流れてたんですよね。それがこちら。こちらはドスパラオステンさんのツイートなんですが、バルク品の RTX3060Ti が税込み6万円で売っていたみたいなんですよね。発売当初が5万円台、高い時で10万円近く、今でも新品8万円、で、バルク品で6万円。確かにそう見るとこの6万円台がすごい安く見えてくるわね。発売当初の値段まで落ちるかどうかはわかりませんが、6万円で買えるならかなり良いんじゃないかなと思って。で、今回 3060Ti をご紹介してるわけです。まあ確かにこう見るとね。では今度は実際にこの 3060Ti が実際にどのくらいの性能なのかを見ていきましょう。今回の検証機はこちら。CPU は今回 3060Ti に合わせてミドルスペックの i5-10400 でやってみました。最近ではインテル12世代の D660 が1万円を切ったりしてるので、こちらもなかなかおすすめになってきましたね。
それでは検証行ってみましょう。シネベンチ R23? グラボの検証なんですが、一応 CPU のスペックも軽くご紹介です。こちらの i5-10400 は6コア12スレッドで最大 4.4GHz で駆動する CPU になります。こちらは現在2万5000円ぐらいで、先ほど言った1万円を切る D660 と組み合わせても、なかなかコスパ良いセットになるんじゃないかなと思っております。ということで結果はこちら。マルチは12314ポイント、シングルは1692ポイントで、最高温度は48度でした。2.5 万円でしかも内蔵グラフィックもついているし、この CPU なかなかいいなぁ。では実際にグラボの性能も測っていきましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の最高設定、フルスクリーンで行いました。さすが FF ベンチ、割とこの最初のシーンは重たいんですが、平均150を超えているんですよね。FF14 だったらゲーミングモニターでも問題なく144で使えるのかな。実際にゲームをやったことないのでわかりませんが、ベンチマーク上だとそうなりますね。では結果を見てみましょう。スコアは25,096の非常に快適判定となり、FPS も平均で200と出ているので大丈夫そうですね。では次やってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらも設定はフル HD の高品質で行っております。ではオーライお姉ちゃんも言っちゃったので結果を見てみましょう。美味しそうなものが出てきておしまいなんですが、毎回これ思うんだけど、これって食事、それともデザート？どっちでもいいわよ。あ、はい。ということで結果は11,774のとても快適判定でした。やはり FF15 ベンチは割と重いで有名なんですが、平均 FPS が118ということで、RTX3060Ti でゲーミングモニターの性能は発揮できなさそうですね。設定を変えれば144キープできそうだけどね。では次行ってみましょう。フォートナイト。定番のフォートナイトをやってみました。設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離マックス、パフォーマンスモードで行いました。いやこのフォートナイトのパフォーマンスモードって本当すごいですよね。高画質でも平均 FPS が370と、そんなゲーミングモニター高すぎて買えません。地面着地後に平均をリセットしたんですが、もうここからはゲーミングモニターとかいう概念を吹っ飛ばしてくれます。おそらく最高設定でも高い FPS が出るんじゃないかなと思います。で、この後約20分間フィールドで戦ってたんですが、まあ特に問題はなさそうですね。ちなみに、これ最後の敵です。せっかくなので最後どうなるか見てみましょう。あんたが壁とか出してるの初めて見た。遮蔽物を作れるって便利だなと思ってちょっと試してみました。行くよーい。はい、次。エイペックスレジェンズ。画面左手がデフォルト設定で、右側がモデルディテールの未公の競技設定となっております。まずは訓練場から。ただ走ってるだけなんですが、競技設定だと上限突破してる感じですね。ただデフォルト設定でも 200fps は超えているので、144モニターで見てる分には違いはわかりません。実際に銃を撃ってみたところ、競技設定は fps が微動だにしていないですね。ある意味すごいわね。まあデフォルト設定でも200近くは出てるんですけどね。続いてはウルトも投げてみましょう。さあみんな、苦痛の始まりよ。爆発の瞬間、どちらも設定も大きく下がってますが、FPS の安定を求めるなら競技設定でやった方がいいかもしれませんね。次は実際に戦場に出てみましょう。まずはデフォルト設定から。上空での FPS は150前後とゲーミングモニター貼り付きギリギリぐらいですかね。まあでも、上空で撃ち合うわけじゃないので、上空はあまり気にしてませんが。ということで地上に降下しました。マップの状況に応じて変わりますが、デフォルト設定でも FPS が200前後な数字が出てますね。この後すぐに戦闘になるので少し見てみましょう。
ガン当たらなさすぎ。あ、こっちやわ。やえ。この後しばらく永遠とここの地域で戦ってました。気づけば残り6部隊。やばい、やり弱ったけど。ごめんごめん。ナイスナイス。はい、ということでやられてしまいましたが、約15分くらい戦闘をしてたんですが、平均 FPS も179とかなり良い成績だったんじゃないかなと思います。続いては競技設定でもやってみました。やはり競技設定だとかなり FPS は上がりますね。上に200を超えているので、この設定であればもしかしたら 240Hz のモニターでもと思いますが、 240Hz のモニターを使う人はもっと良いグラボを使った方がいいですね。シュラララ。はい、ということで今回はグラボの価格が落ち着いたらおすすめできるグラボのご紹介でした。今回のこのグラボをおすすめしたい人をまとめると、まずフル HD 環境で遊びたい人、次に中程度の重さのゲームで 60fps 以上144以内で遊びたい人、そしてグラボの予算を5から6万円以内に抑えたい人、以上となります。あれ、グラボの価格ってここまで下がってたっけ。まだ 3060Ti についてはバルクの6万円台っていうのしか私は見てないので、これから先価格が落ち着くかや週末セールなどでそういった価格のものを見つけたらぜひと思います。グラボ予算5から6万円ということだと RX6600XT というのも選択肢に入ってくるかと思います。こちらは私は持ってないので、どんな性能かはっきりとお伝えはできませんが、おそらく RX6600XT でのレビューをしてる方もいるので参考にしていただければと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が面白かったなら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。